くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。池脇千鶴さん好きでした。黒牛です。老け方尋常じゃない。今日です。オッケー。アドリブ聞くね。こんな寒いのにロケですか。そうです。やめときましょう。やめたいんですけどね。今回はですね、うん、ちょっと前に、投稿しました。うん、何でしたっけあれ。パンツドスース。あれのね、本当の力をちょっと見てみようと。うんうん、パンツド。尻尾が消えると書いてあります。タイムラグあるんかな、さっきのクルちゃんおひいひぐらいタイムラグあるんかな。してる。確かにスースーはずっとスースーはしてる。うん、でもチンポは消えない。スースーつけてさ、うん、今1月の外ランニングとかしたらやばいね。あれを塗ってですね、この寒空の下走ってみようじゃないかと。ほんまにいらんことは言うもんじゃない。スースーしようぜ。進歩が消えるってなるかもしれない、もしかしたら。ね、性転換するかもしれないっていう、運命の日になりましたけども、うん。これを今から塗って。塗って、ちょっとしたね、ちっちゃい公園なんですけど、ここをちょっと走ってみようかなと。本当に不審者。キッチンペーパーにまた。そうですね、今日もまたね、キッチンペーパーご用意させていただきますんで、サンドイッチさせてもらってね。キッチンペーパーを作った会社もそんなことに使われると思うんだけど。いや、ほんまに。はい、しっかり。でこぼこ堂さん、やらせていただきますよ、今日も。お願いしますよ。ほんまにね、案件くれよ。はい。行きますか。はい。それでは行きましょう。レッツゴー。今日もちゃんと開けていきましょうね。はい。行きましょう。またこれ出てきたよ。うわー。病院でもらう肌の。病院ですね。肌塗り薬ですね。まあ、蓋を使って、くるちゃんの方には。うわー、米粒。あ、もう匂いすっごいわ。すっごいね。車の中が目覚めたもん。うわー、目覚める。チョモもね、こんぐらい行かせていただきますね。もういいね。エッチだね。エッチだね。指消えちゃうからね、ちゃんと拭いとかな。これなんか、この感じやばいね。マジ精子みたいだね。これ見えないかな。イチゴですね。じゃあこれを早速、はい、入れさせていただきます。ほんまに今日も言わせてもらいますけど、車の中でいいカメラで何撮っとんやって話。車の中で隠れてチンコに塗ろう。一回出ようかな、ちょっと。よいしょ。出たら出たで不審者なんですよ。入れました。はい、俺も入れましたよ。俺今日はチョモスタイルで、玉と竿の下に。俺も同じく。あ、チョモスタイルで。チョモスタイルで玉から竿の裏側の半分ぐらいにかけてまとわせていただきました。早速ね、今日何度だろうこの気温。まあ一桁は確実ですね。寒い、本当に。ひとっ走り行きますか。ひとっ走り行ってやっしょ。はい、よし、よいしょ。全然冷たくないね。ほんま、もうこういうもんなんやね。なんか眠い時に目の上につけたら、あ、もうそれぐらいじゃない。本当にヒーヒーのがね、クルチョモ的には断然おすすめ。そうね、みんなでヒーヒーしてください。今も入ってますからね。そう、入ってる、全然入ってるから、ね、ちょっと冷たいぐらいよ、ほんまに。欲しい方はね、コメント欄で980円です。はい、本日はですね、パンツドスース、はい、使
つけて公園で走ってみた。お送りしました。ありがとうございます。ひいひい言わせてやろうか。アナルに入れたエネマグラ、痛みの先に新世界